こちらは譲渡型の猫カフェということで、もらわれていた子も多いでしょうか。そうですね、はい、今までで、まあ、あのちょうど40匹。すごいですね。はい、リンゴ猫の命を救って新しい家族とつなぐために、あのリンゴ猫専用の部屋を作るためのプロジェクトを立ち上げました。目標金額はですね、一部屋作ることと運営費に充てさせていただくために80万円お願いいたしております。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は保護猫カフェニャコットにお邪魔して、リンゴ猫についての新しいプロジェクトのお話を聞くよ。保護猫の自由研究をしたご家族にも出会いました。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに市や町の役場、愛媛県動物愛護センター、そして警察に届け出てください。収容されてから1週間から2週間で殺処分に回されてしまうというケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。オープンしておよそ1年が経った譲渡型保護猫カフェニャコット。こちらは譲渡型の猫カフェということで、もらわれていた子も多いんでしょうか。そうですね、はい、今までで、まあ、あのちょうど40匹。すごいですね。はい、それはもうカフェにお見合いに来てもらって、もらってみようかっていう流れで。そうですね、もともとあの何かしらで猫さんを飼いたいなとか2匹目を迎えたいなって、あの何かを思ってくださる方が来店してくれて、で、まあ、その時にみんなそれぞれ不思議なんですけど、そんなどの子も、みんなね同じようにお膝に乗るわけじゃなくって、あのお客様にはなぜかあの子が行くとか、なんかそういうのがあって、あのご縁に結びついて、はい、ありがたいです。すごいですね。そうですね、まさかちょっと本当10匹か20匹いけて、あ、おんの字やなと思ってたんで、まあ、あのシンプルに倍なので。いや、この1年振り返ってみて、オープンして以来どうですか。いや、本当に初めもどうなることかと思ってたんですけど、やってよかったなと思います。この度新しいプランが、はい、持ち上がったということで。そうですね、あの本当その地域猫活動してる中で、あの捕獲した子がですね、あの保護せざるを得ないことになって、じゃあまあ血液検査基本的にします。猫エイズ、猫発血病検査するんですけど、そしたらですね陽性が出て、猫エイズの、はい、そうです、猫エイズの陽性が出て、まあ猫エイズって、まあ、あの全国的に有名なあの保護猫カフェの方がの団体さんが、あのリンゴ猫っていう可愛いネーミングをしてくださって、あの、まあ、理解を進めよう、
リンゴ猫にも、まあ、基本的にアニマルライツありますので、あの新しい家族を見つけるための部屋を作りましたとか、そういう活動されてるんですね。で、私もその活動は知ってたので、あ、これはニャコットもそのリンゴ猫さんの部屋を作れっていうことかなと思って、あのそのプロジェクトをにゃんとかにゃんとかにゃんとかやってみようということで、まあお金もないけども、まあそこはちょっと皆さんのお力を借りさせてもらって、まず受け入れから、そしてその子たちの居場所を作るとともに、その啓発活動もできていったらいいなと思いから、はい。CM の後、新しいプロジェクトを発表。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。猫は。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。猫エイズっていうのは、猫エイズウイルスのウイルスを持っていることですね。で、あの猫エイズウイルスに健康な猫が、まあ、多少入っても、まあ、その日々の免疫力で淘汰されていくんですけど、やっぱりその量が多かったりすると、それに免疫力が勝てず、その体内に住むことを許してしまいます。そうするとですね、まあ、検査した結果、猫エイズ陽性反応が出る。でもこれ陽性反応というのは発症とはまた別で、ここの中にいるっていうだけで、まあ悪さは何もしない状態ですね。で、猫エイズっていうのは潜伏期間がですね、まあ、10年から15年、まあ、10年以上かかると言われて、もちろん早くもいるんですけど、まあ大体10年以上かかるって言われてます。ですので、その今猫の平均寿命がですね、まあ、15年ぐらいなので、まあ天寿を全うする子もとても多くいます。そして免疫不全、猫エイズっていうのは免疫不全で、一気に免疫がゼロになるんじゃないんですね。免疫が少しずつ落ちていく、まあこれは人間も猫もそうですけど、その老化ももちろん免疫力が落ちる。ただ猫エイズの場合、そのスピードがやっぱり速いし、病的であるということで、ガットは落ちますけれども、やっぱりその一番の敵はストレスなんですね。で、お外の猫っていうのはすごくストレスフルです。まず今日何が食べれるか、お腹も減っている、暑い寒い、喉も渇いている、寝るところもちょっとした物音があったらすぐ起きないか、熟睡できないっていうことで、お外の猫っていうのはですね、すごくストレスフルです。そしたら猫エイズ持ってる子はですね、発症しやすくなるんですね。そうすると猫エイズっていうのは、今さっきも言ったように免疫力がなくなっていく病気です。一気にガッと症状が、激症が現れて死に至る病気じゃないんですね。少しずつ弱って、最後は苦しみながら死んでいってしまう。なんかお外の子にとって猫エイズっていう病気はとてもかわいそう。やっぱりなるべくなら猫エイズの子はみんな保護してあげたいぐらいの子たちなんですね。ですので、そういう病気です。人間にはうつらないんでしょうかっていう質問ありますよね。そうですね、株が違いますので、症状とかそのエイズっていうその基本的なあれは一緒なんですけど、株が違います。ですからうつりません。うん、リンゴ猫専用の部屋を作るためのプロジェクトを立ち上げました。目標金額はですね、1部屋
作ることと運営費に充てさせていただくために80万円お願いいたしております。合計5匹からスタートして、まあ本当平和にのんびり暮らしてもらうような部屋を今大工さんに作っていただいてます。 4.5 畳ぐらいの部屋で、とにかく猫さんはそのお外が大好き、はい、お外見るのが大好きなので、とにかく私が大工さんにリクエストしたのは、まあ、窓をたくさん取ってください。でもそのやっぱり日々ね、狭い部屋でいるっていう感じじゃなくって、そこで自由にお外と見ながらのんびり暮らしていけるように、そんな部屋を目指して もらいました。この三角のとこがすごい工夫してある気がします。そうなんですよ。これが何か何なんですか。余裕のところ、うん、そうですね、二重扉。あ、やっぱりこの人がこう入って閉めて入るっていう風にしないと、そうなんだ、この扉との間が狭いと、うん、まあ、結局1枚突破したら2枚も突破できるみたいな、一回ここでしっかり入ったら出すみたいな、うん、なるほど、うん、ことができるので、大事なスペースや。そうですね、ここがもうしないと、うん、やっぱもうグダグダになってしまう。10年って言っちゃうと、あ、今日もまた一緒におるわみたいななったら何のことかわからなくなるので、うん、そっちが完全な、はい、リンゴ猫さんスペース。そうですね、ちょっと電気つけましょう。あ、そうですか、すみません、ありがとうございます。明るいからね、かもしれない、あんまり関係ない。いや、明るくなりました。あ、もう壁が結構張られてる。そうなんです。なんか本当斜めにしてもらってギリギリまで。はい。ああ、あの辺。へえ、はい。窓が面白いですね。なんか大工さんすごい工夫してくださる方で、はい、こんな面白いんじゃない、あんなんいいんじゃないって言って。してくださってます。可愛いですよね。ねえ。ちょっと入ってみたくなるお部屋だわ、人間も。でしょ？うん。そうなんです。心地がいい空間に。ねえ。作ってくれると思います。これ80万で作ってくれるんだ。いや、本当にありがたい。安くしてくれてません？すごい安くしてくれて。りんご猫さんも本当他の猫さんと同じようにとっても魅力ある可愛い生き物です。この子たちのために生きる権利を、楽しむ権利を、ぜひ機会を与えてあげたいと思います。ご理解とご協力よろしくお願いします。で、そのご支援はお振り込みでも構いませんし、直接持ってきていただいても構いません。ぜひご支援いただければありがたいです。よろしくお願いします。ニャコットにお邪魔しているネコワン、後半はニャコットで自由研究をしたご家族に出会ったよ。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。スポンサーさん訪問のコーナー。 NPO 法人フェロージョブステーション主催のスマイルプロジェクトというイベントが行われました。障害のある子どもたちが
人生を豊かに過ごすためにできることをテーマに88社が協賛、32社がブースを出展。私自身が、障害福祉に9年携わらせていただいてまして、でその中でこう保護者さんとの関わりがすごくありまして、その中で一堂に保護者さんが言われるのが、我が子の将来に対する不安、将来働き口はあるのかなとか、もっとその先を行ったらこう私が死んだ後にこの子が生きていけるようにこう知ってくれるようなところはあるのかなっていう不安を聞いた時に、何かできないかなって思ったのが最初のスタートでした。そして今回のイベントなんですが、どういった構成というかになってるんですか？もうご覧にいただくように、たくさんの企業さんや福祉事業所さん、あと福祉サービスを提供している事業所さんにも来ていただいて、まあ、我が子が大きくなった時に、まあ、まずはこれだけ興味持ってこう働きかけてくれている事業所さんだったり企業さんがいるんだよということをまず知ってもらえたらいいかなっていうのがあります。で実際にこうブースに座っていただいて、それぞれの企業さんや事業所さんでは、まあ、どういうお仕事があるのかだったりとか、まあ、今からこう我が子にしてあげられること、どういうことなんかなっていうのをこうそれぞれの立場からこうお話しいただく中で、ちょっとでも将来に対する具体的なイメージであったりとか、今我が子に対してこう子育て前向きに頑張ろうって思ってもらえるようなきっかけを作れたらいいなと思っております。これだけたくさんの企業さんが障害をお持ちの方々を雇用しているってことなんですか？雇用されているところもあるんですけど、これから雇用したいなって考えてくれているところも、はい、あります。なんで興味を持ってくれている会社さん企業さんに集まっていただいております。おそろいの T シャツで。あ、そうなんですよ。これおそろいの T シャツも作らせていただいて。ということは今年からなんか定期的に開催するっていう感じ？そうですね、実はこれは1回限りのプロジェクトじゃなくって、本当来年再来年につないでいってこそ価値のあるものだと思ってるので、今回こう参加してくれた方に、あ、これに参加してよかったなって思っていただいたり、すごく楽しみなイベントだなって思ってもらえることがすごく一つの自分たちにとっての成功かなとは思ってます。教育から就労支援、そして雇用に至る一貫したサービスを提供させていただいております。そしてイベントの中では特別講演会が三好理事長の挨拶でスタート。社員全体のうち7割程度が障害のある社員だという神奈川県に本社を置く日本理化学工業株式会社の代表取締役大山隆久さんのズームを使っての講演会が行われました。しまったらこれはもう太すぎるからダメだよ、今度真ん中過ぎて下まで行っちゃったら今度太すぎるからダメだよ、これが真ん中で止まるチョークは OK だよって言ったらこれ真ん中で止まってるんですね。ってことはこれはその計算編で OK だ。皆さん今日初めてねこの15分だと思うんですけど、あ、これいいチョークになって今分かりましたよね。だから皆さんもそう、障害のある社員が今ある能力で仕事ができるように作業方法の工夫や改善をすることが障害者雇用の継続の秘訣だと伝えてくださいました。障害があるからとかないからではなく、こうみんながこう生きてて楽しいなとか充実感を感じられるような地域づくりをしていきたいなっていうのをすごく心に思ってますので、はい、ぜひご興味のある方はぜひご来場いただけたら嬉しいと思います、はい、今後のなんか活動予定というのはどこかにこう検索したりできるんですか？あ、そうですね、ホームページの方でフェロージョブステーションと検索していただいて、はい、ページご覧にいただけたらと思います。持つお子様へ、フェローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。
夢を広げるペログループ。ナチュラルケアドッグアカデミーはワンちゃんも人も自然体でいられる楽しいドッグライフをお手伝いします。幼稚園やしつけ教室ではプロのトレーナーが愛犬に合わせたトレーニング方法をご提案。新たな取り組みとしてハーブやアロマなどの自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルケアドッグアカデミー。再び保護猫カフェニャコット、東温市から若宮さんご家族。保護猫カフェニャコットで保護猫の研究をしたんだそうです。どうしてあの猫の研究しようと思ったんですか？飼っているココノスケが捨てられてかわいそうだと思ったので、猫について調べ保護猫について調べたいと思いました。お父さんお母さんどうですか、保護猫のことについて調べる息子さんの様子見て。いや、とてもいいことを調べたと思います。お父さんお母さんも猫好きなんですか？はい、そうですね。あ、どうしてあの保護猫を飼われるようになったんですか？その飼うつもりは最初はなかったけど、もう見て、もう可愛すぎて。あ、そうなんですね。はい、近所に捨て猫がいて、あのその近所の方が困ってたので、じゃあうちで1匹だけならって言って帰ったのが初めてです。猫の新聞を書きました。猫の新聞、どういうこと書いてあるんですか？え、保護猫のこととか。保護猫のことを研究したんですか？はい。お、どういうことをこれに書いてるかテレビ見てる人に教えてくれませんか？猫の、はい、殺処分数や譲渡数です、うん、へー、もしよかったらちょっと呼んでくれませんか？テレビいっぱいたくさんの人が見ているので。僕の家では2年前から捨て猫を飼い始めました。名前はココノスケと言います。モフモフしていて面白くてとても可愛いです。でもココノスケのように捨てられる猫は多いのか気になったので調べてみました。そしてこのようなグラフを見つけました。日本の猫の殺処分数は減ってきています。少しずつ殺処分される猫が減ってきているのは嬉しいけど、1年間に2万頭も殺処分されているのは悲しいので、もっと減ってほしいです。保護猫のことについてもっと知りたいと思ったので、保護猫カフェに行って話を聞くことにしました。豆知識で、地域猫はという猫がいて、特定の飼い主はいないけれど、地域住民が共同で飼っている猫だよ。人懐っこい地域猫は悪い人に狙われやすいんだって。だから懐かない猫よりも懐く猫の方が保護する必要があるんだって。へえ、豆知識になりました。この辺も教えてください。保護猫カフェニャコットにインタビューに行きました。保護猫カフェが、保護猫カフェとはどういうところですか？答えはカフェがついているけれど、飲食中心ではなく、捨て猫をレスキューしたり、保護猫と飼い主さんが出会うためのお見合い会場のようなところです。うん、どういう活動をしていますか？愛媛県動物愛護センターなどから殺処分されそうになっている猫を保護しています。去年の9月にオープンして約40頭の猫を譲渡してきました。保護猫カフェを開いたきっかけは何ですか？以前猫を保護している友人に会いに行った時、引き取り手のない猫の多さに驚き、少しでも力になりたいと思ったのがきっかけです。保護猫施設は現在愛媛県には松山にしかないので、すべての市長にできるようにお手伝いをしたいです。ここで年間60頭以上を譲渡を目指し、いつか殺処分される猫がゼロになることを願っています。
ニャコットの中の様子。人懐っこい子が多く、手の匂いを嗅がせてご挨拶した後、たくさん撫でさせてくれました。可愛かったです。猫じゃらしを持つと、たくさんの猫が寄ってきてくれました。猫じゃらしを追いかけたり、飛びついたりして遊んでくれて、とても楽しかったです。小さい子も結構いました。この写真の子は、僕とたくさん遊んでくれた子で、抱っこもさせてくれて可愛かったです。保護猫活動について、大野さんのように保護猫活動をしている人たちのおかげで、譲渡数はこの10年で随分増えていると思うので嬉しいです。これからも多くの人に保護猫カフェなどに行ってもらって、譲渡が進み、幸せに暮らせる猫が増えていってほしいと思います。今回調べたことから、保護猫活動は成功していると感じました。僕も大野さんと同じで、殺処分数がゼロになってほしいです。ここの助をこれからも大事にしたいです。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。